おい、とんでもないやつで一個ずつだぞ、形が。いや、マルティネスいいや、マルティネスいいよ。ボールはまだ危険な位置にあります。メッシがせっかくのやめる、マルティネス、マルティネスダイビングセーブ。一回パスしたいな、誰かに。狙ってきたぞ、マルティネス。マルティネスが難なくセーブしました。さすが守護神、マルティネス。キーズマン、お前は本当にすごいよ。クリアして攻撃を断ち切りました。まずは1点取り戻したい。キーパー落ち着いて対応しました。マルティネスが好セーブを見せました。ピンチを抜け出せるか。このボールはキーパーが抑えます。しかし最初のセーブがなければ得点となっていたはずです。打った選手は決まったと思ったでしょう。最高の反応でした。やばい、それやばい。このボールはゴールキーパーが止めました。やばい、これ出ちゃう。フランスのスローインがいなかったら10点ぐらい入れられてるわ。もうやばい、マルティネスだらけになっちゃった。誰、どのマルティネスだってならないかな。ウスマンデンベレ、距離なら。いや、ここで試合終了の笛が鳴り響きます。激闘の FIFA ワールドカップ決勝戦、チームはついに究極の勝利を手にしました。おめでとう。勝利を祝うサポーターの大歓声が聞こえますでしょうか。福西さん、最高の結果になりましたね。最高の結果になりました。世界でも最高峰の選手たちがこれだけのプレーを見せてくれたんでしょう。これを期待しよう。12時からはおめでとう。がその日もっと食いたい。最後は優勝にかける気持ちの差がこういう結果につながったんじゃないかなと思います。本当にも疲れてほしい。このワールドカップでの優勝を世界中のチームが夢見ていました。現実にするぞ、みんな現実にするぞ。これ最後に残ったチームが今究極の栄光に輝きます。さあ、優勝トロフィーに選手が集まり、それを手に取って今高く掲げました。彼らが新たなワールドカップを出す。福西さん、